はい、皆さんこんにちは。熊野正雄の音楽チャンネルの正雄と中野人です。今日はね、ちょっとねピアノのことをねお話ししようかなと思います。とはいえ僕自身はピアノの調律師でもなければ、ピアノの専門家でもないんですけども、ピアノのことって案外ねみんな知らないなと思って、でちょっとねお話をしてみようかなと思います。で僕自身も昔は舞台の現場のお仕事なんかもしていたので、その時に気をつけていたことなんかをお話ししようかなと思ってます。でなんでこのタイミングでこの動画を公開しようと思ったかっていうと、例えば吹奏楽部とかで春にね楽器運搬の担当だったりとか楽譜の担当だったりとか舞台の担当だったりとかいろんな担当が出てくると思うんですけども、舞台の担当になりました、定期演奏会の舞台の役員になりましたみたいな人が多分出てくると思うんですよ。で意外と知らないピアノのことで、しかもねコロナで、去年も一昨年も定期演奏会がなかったから先輩たちに教えてもらう機会がありませんでしたとか、そういったことが多いんじゃないかなと。あとはね、去年とか一昨年はピアノ使わなかったけど今年ピアノ使うんですとかねいう方もいらっしゃると思うので、ちょっとね簡単にお話ししようかなと思ってます。でまず大前提として、ピアノは他人の楽器です、ほとんどの場合が。なので細心の注意でもって扱ってほしい。でホールの場合は舞台さんに例えば動かしていいですかとか蓋開け閉めしていいですかっていうのはいちいち聞いてください。ホールによっては蓋の開け閉めもダメっていうところが結構あります。っていうのは今からちょっといろんなことをお話ししていきますけども、基礎的なピアノの使い方を知らない人っていうのが結構いるんですよ。ホール借りに来た人がね、知ってる人か知ってない人か分かんないじゃないですか、ホールの人にしたら。今回の利用者さんが、グランドピアノの蓋開けたことあるんですかないんですかってことも知らないことが多いので、だから一日に禁止してる場合っていうのが結構あります。なのでまず動かしたりとか開けたりとか閉めたりとかいう時にはホールの舞台さんに聞きましょう。やっていいですかって。ほとんどの場合は、あ、うちがやりますんでどうしたらいいですか、どこに動かしますかとか聞いてくれます。吹奏楽なんかね、オーケストラでもそうですよ。人の楽器勝手に動かさないじゃないですか。それと同じことです。ピアノも人の楽器なのでこれを勝手に触らないってのが大原則です。とはいえ小さいホールとかね、区民センターとかね、そもそも舞台のスタッフがついてない時とかあると思うんです。でそんな時にここだけとりあえず気をつけてくださいっていうことをちょっとお話ししてみようと思います。はい、まずちょっと正雄さんもうちょっとこっち行って、まずさあ蓋を開けましょう。でこれね、この話そんなやつはおれへんやろって思うかもしれないんですが、うわ、こうやって開けようと人僕は2年に1人ぐらいいます。まず蓋を開ける順序ですが、先にこっちです。ちょっとね、このピアノね、ヒンジがギシギシ言うんですが、こっちが先です。必ず。先にこっちを開けようとすると、この部分、こっち側に曲がろうとしますよね。ここの長板は、こっちに曲がるようにはできてるけど、反対に曲がるようにできてないんですよ。なので、こっちをいきなり上げようとすると、本来想定してない方法に力がかかってしまうので、ここの、ヒンジの部分ね、長板の部分を痛めてしまいます。なのでまず最初こっちです。でこのピアノの場合は見えるかな、ここにゴムがついてます。これですね、ここにゴムがついてるのでこちら側とこちら側が擦れることないんですが、ないピアノもあります。でそういう場合にここに枕みたいなものを引く場合もありますし、ない場合には鍵盤カバーをこうやって間に引いて、で直接擦れないようにしたりもします。でこれがホールによってルールがあります。うちのピアノはこういう風に扱ってるんだっていうルールがあります。でそれはやっぱりホールによって違うんですよね。だからうっかり自分で何かしようとしないで、基本的にはホールさんに聞きましょう。で、無事にここまで開きました。次です。こいつを上げます。こいつを上げますが、結構重いです。
で、このピアノ、端から端までの長さが188センチっていうピアノです。グランドピアノとしては、普通の家に置いてあるものよりは大きいですが、コンサートグランド、いわゆるフルコンと呼ばれるのに比べるとだいぶちっちゃいです。フルコンと呼ばれるやつで270センチ、2.7 メーターぐらいあります。そうするとね、これもかなり重いんですよ。なので、結構ね、しっかり腰を入れて上げてやらないといけないです。自信がない人は、やらない。これ途中で、で、しかも取っ手とか何もないんで、これ途中で滑らせてバターンといったら、多分ね、びっくりするぐらいの、修理費を請求されると思います。自信がなかったらやらない。それから、自信がないんだけども、誰かに手伝ってもらおうと思って、こことここと何人かで持つ。それも基本的にやめてください。っていうのは、この板って実は結構たわむんですね。響かせるように作ってあるので、結構柔らかいです。で、このピアノでも結構柔らかいんですが、270センチのサイズになってくるとね、たわんでるの分かるぐらい柔らかいです。で、そんな時にこんなところに力をかけたりとかすると、ぐにゃぐにゃになります。で、それこそ変な力のかけ方、こっちを支えてる時に、こっちの人が力抜けちゃって、手が滑って力が抜けちゃったりとかしたら、下手すりゃ割れます。で、この支えがついてるのここだけなんですよね。なので、上げるときはここ1点です。なので、重たいから誰かに手伝ってもらって何人かでせーのってやらない。ピアノコンチェルトとかの時に、ここ、上の鏡板を外したりとかするんですが、その時はもう何人か囲んで、一斉のでって言ってやったりとかするんですが、基本的にはもうここ以外のところを持たない。で、しっかり上げる。で、この棒ですね。この棒を、これがね、当たらないように、僕ら何度もやってるので、どこまで上げたら当たらないかって分かってますけども、なんかこんな状態でカツンとかならないように、しっかり上げきって、はめる。で、何箇所かはめるところがついてるピアノがあります。それは何かっていうと、例えば、これは金属でこういうふうな受け皿がついてますけども、短い棒を刺すための受け皿です。で、基本的には、ここが90度になるはずです。これが間違って、これの場合はちょっとね、全然穴が違うので、間違えることないですけども、こうなってしまうと、ズルンと滑って、バタンといってしまいますので、ちゃんと対応した穴に入れること。ここはこうやってはめた後に、ちゃんとはまってるかどうか、落ちない状態で確認します。で、そこまでやらないと、僕もピアノの蓋が何百回と開けてきてますけども、怖いです。これ、乗ってるだけ。本当にはまってるだけなんですよ。何かでロックされてるわけでもなく、ただ乗っかってるだけ。で、これ確かね、フルコンサイズだと、この板1枚5、60キロぐらいあったんじゃなかったかな。その辺は、調律師さんとかだったら詳しい解説とかを書いてたりとか、動画で喋ったりとかすると思いますけども、結構重いです。結構手の長さも要求されるので、本当にね、体格とか力に自信がなかったら絶対にやらない。舞台さんにお願いしましょう。もう一つ、この状態で板に重なってるじゃないですか。なんでって思うんやけど、たまにね、ここ上げようとする人います。僕は20年ぐらい舞台とかに関わってきて、一回だけ見たことあります。なんで2枚重なってんのに上を押すんやろと思うんですけども、ちゃんとしっかり下を上げましょう。はい。で、これで基本的にはピアノの下完成です。あともう一個だけ。他にも例えば足のこととかいろいろあるんですけど、細かいことはちょっと今置いときます。
ピアノを壊してしまう可能性のあることだけに絞っていきますね。これだけは絶対にやらないでっていうの、ピアノの位置でもうちょっとこっちの方がいいんだよとか、例えば吹奏楽とかでピアノを使う場合に指揮者の指導の先生がお話をしたとかね、いう場合があると思います。絶対にこのまま動かさない。さっき言ったようにこれ乗ってるだけなんです。ちょっとした振動でバターンっていく可能性があります。ほんのちょっと動かすだけでも、いちいち締めてから動かしてやる。動かすときは必ず蓋を閉める。で、この2点かな、開け方とそれから動かすときにちゃんと蓋を閉める、この2点だけでもいいので、もし舞台の担当とかになって、もう今年ピアノあるんだよっていうときは注意してください。結構ね、ピアニストの人でもピアノの扱い雑な人いるんですよ。ホールのルールにがあって、ホールのルールに従わないと、舞台の人にむっそい勢いで怒られます。で、なんで怒るかっていうと、ピアノを壊すかもしれないからです。なので、それぞれのホールで独自のピアノに関するルールを作ってます。絶対動かすな、絶対蓋も開けるなっていうところもあります。全部それは舞台でやりますと。あと、あ、そうだ、もう一個、これはちょっとね、こういう形なんですけど、もうちょっと締めてって言われてこっちにする場合もありますよね。で、この位置って結構ね、力いるんですよ。開け切りと締め切りはまだマシなんですけど、この辺で止めるのがね、結構力がいるんで、これもやっぱりね、力に自信のない人はやめときましょう。で、やっぱりこの場合もこうやってちゃんとはまってることを確認する。基本的にはね、このね、開け閉めの方法を覚えてもらいたいとか、自分で動かせるようになってほしいっていうために動画を作ってません。僕が一番伝えたいことは、ホールにあるピアノは他人の楽器だってことです。例えば、そうですね、吹奏楽だったら立ててあるチューバなんかセッティングの都合で動かしたかったら、基本は持ち主にこれ動かしてって頼むじゃないですか、ね、もしかするとパートの他の人に、チューバの他の人に運んでって言うかもしれないですけども、基本楽器のことわからないのに触らないじゃないですか。それと同じように、なんかね、ピアノって、なんて言ったらいいんだろう、家具とか装置みたいに見えちゃうので、なんか楽器に対する意識じゃなくなっちゃうこと結構あるんですよ。だけどこれは楽器です。なので他人の楽器だと思って扱う。何かするときには持ち主にお伺いする、その心構えだけをお伝えしたくって、さっき今この開け方とかいろいろ言いましたけども、自分で開けれるようになってほしいというよりは、むしろ、これは他人の楽器だと思って楽器に対して敬意を持ってほしいなっていう、そんな思いで、お話をさせてもらいました。今日の動画は以上でございます。他にもちょっとね、またなんか舞台にまつわることも思いついたら動画にしてみたいなと思いますので、また今後とも、こちらのチャンネルよろしくお願いいたします。ピアノね、意外とね、すっごいガサツに扱われること多いんですよね。譜面台抜くのとかもちゃんと丁寧にしなきゃいけないですし、こういうのもね、分かんなかったらやっぱり技術の人にやってもらいましょうね。はい、以上でございます。よいしょ。さあ、ちょっと練習しよう。